ください。走行中はお客様の安全確保のためシートベルトの着用が法律により義務付けられています。ご協力お願いいたします。スキー場へ到着いたしましたら荷物の忘れ物やお取り違いなどには十分のご注意をお願いいたします。お配りいたしましたチケットは再発行ができませんので、乗車時に車内にお忘れになったり紛失しないようご注意ください。またお帰りの際などで弊社ツアーの行程から離れお帰りのバスをご利用しない場合にはチケットに記載されている連絡先まで必ずご連絡をお願いいたします。それでは間もなく出発いたします。お気をつけていってらっしゃいませ。改めまして皆さんおはようございます。本日はですね、ビッグホリデーさん通じまして三月観光バス、ご利用くださいまして誠にありがとうございます。本日ですね、乗務員務めさせていただく私笠原と申します。安全運転で参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。この後ですね、先ほどスタッフさんからも、ご説明あったと思うんですけどシートベルト義務付けられておりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、走行中立ったりは絶対しないでください。大変危険ですのでね、よろしくお願いいたします。その後ですね、首都高速、東北道乗り継ぎまして、行きですね、一応予定としておりますのが羽生パーキングとあとですね、那須高原を予定しております。ちょっとね、道路事情によりちょっと変わる可能性はありますけども、一応予定としてはこんな感じで行きます。あと向こう降りてからですね、雪があるためですね、雪なし、雪がなければ着装なしで上がっていけるんですけど、ある場合ですね、もしかしたら向こうに道の駅があるんですけども、羽鳥湖ね、そちらの方でチェーンの着装をするかもしれないんで、そのところはご了承の方よろしくお願いいたします。では、間もなく出発しますんでよろしくお願いします。